東京証券取引所からお送りしていますストックボイス資産形成フェスタ2024いよいよ最後のセミナーとなりましたこの時間は株式会社東京証券取引所金融リテラシーサポート部山川ささんにご出演いただきます山川さんお願いします 皆さん、こんにちは。東京証券取引所の山川と申します。本日はお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。本日は ETF がテーマですけれども、皆様の中には ETF を名前しか聞いたことはないという方もいらっしゃれば、日常的に取引されているという方もいらっしゃるかと思います。本日はそういった投資の経験を問わず、ETF の特徴や魅力についてお話しできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 はい、それでは早速目次ですがまず ETF についての基礎知識それから ETF の選び方や活用法について最後に ETF の情報収集のやり方についてご紹介したいと思います。ETF は投資信託の一部ですが銀行などで一般的に窓口で販売されております投資信託とはかなり違った性質を持つ商品です。 まず ETF とはエクスチェンジトレードファンド日本語で言いますと上場投資信託の頭文字をとりまして ETF と呼んでおります。ETF の大きな特徴は取引所に上場している点ですつまりトヨタやソニーなどの個別株と同様に4桁コードが付与されておりまして株式と同じ間隔で取引ができます。 イギリスの経済誌「フィナンシャル・タイムズ」では、えー、過去10年間で最も成功し20世紀最大の、えー、発明である金融商品だと言われております、えー、特に欧米では人気が高く日本でも市民権を得てきている商品ですが、えー、上場株式と投資信託をいいところを取り入れた、えー、取引所で売買できるハイブリッド商品とお考えいただければと思います。 またここで投資信託の中で占める ETF の位置づけを示しておりますが赤く囲っているのが ETF でして昨年の6月まではこの ETF の左下の近く特定の指数インデックスに連動するファンドつまりインデックスファンドしか ETF はなかったんですけれどもアクティブ ETF も昨年の9月から登場いたしまして現在10本存在しております。 次に ETF と公募投信の違いをまとめた表がこちらです。まず一点目は取引時間と取引価格についてですが、公募投信は一日一回しか値段がつかず、発注した時点ではいくらで値段がつくかわかりません。ETF に関しましては取引時間内であればリアルタイムで価格が変動しますので、自分の好きな値段で差し値注文をすることも可能ですし、成り行きで注文を入れるということも可能です。 2点目がコストについてですが公募投資であれば販売手数料解約手数料 ETF であれば株式と同じで証券会社さんにお支払いする売買手数料となります。 えまた信託報酬はえ指数に連動するインデックス型の全銘柄平均は公募投資が0.42%に対して ETF でいうと0.3%、えー、アクティブ型の平均がえ公募投資でえー年1.45%で ETF が0.49%といったデータがございまして ETF の方がコストが低い傾向にございます。 で,では先ほどご紹介しましたコストについてですがそのうちこの信託報酬はですね長期投資積立投資においては非常に重要な考え方となります。 例えば100万円を10年間商品 A というものと商品 B に投資した場合の比較をしたとしますと商品 A は信託報酬年0.34%商品 B は年0.09%の時差としては0.25%となりますのでそこまで差がないように感じられるかもしれません。 えー、この2つの商品はですね価格が変動せず、えー、10年間保有していたとしますと、えー、投資元本は10年間で約2万5千円の差が出てきます信託、えー、報酬は、えー、金融資産を持っている間毎日引かれてしまうものになりますので、えー、長期間保有すればするほど信託報酬が、えー、収益に与える影響は大きくなります。 えー、もし商品 A を選択するならば、えー、商品 B よりも2万千円リターンを得られる見込みがななないいいととと持つにに値しないということになります、えー、当信託の目論見書を見るときにはですねリターンやパフォーマンスなどに目が向いてしまいがちな方が多くいらっしゃるかと思いますが、えー、商品選びにおいては信託報酬ですとか、えー、コストやリターンと同じですね重要性を持っているということに、えー、ぜひ、えー、ご注目いただければなと思います。 では、信託報酬についてご紹介しましたが、ETF はなぜ一般の公募投資に比べて信託報酬が安いのかというご質問をですね、投資家の方々からよくいただきます。ETF と投資信託は信託報酬のコストの負担に大きな違いがございます。公募投資の場合、信託報酬は販売会社、委託会社、受託会社の3社で分けているのが一般的です。 えまず金融商品をですね実際に店頭やシステム上に注文できるようにしてくれる、えー、代理店のような役割を持ちました、えー、証券会社さんや銀行さんをはじめとした販売会社への手数料、えー、次に実際に皆様から投資でお金を集めて、えー、運用をする、えー、委託会社である運用会社さんへの手数料。 また皆さんから集められたお金は運用会社がそのまま保持しているわけではなくてですね受託会社である信託銀行さんがお金を別で管理していらっしゃいましてその受託手数料がございます ETF は一回上場してしまえば普通の株式と同じ扱いになりますので直接投資家の皆様が取引所に発注をして購入することができます。 ですので証券会社さんや銀行さんに手数料を払って、えー、商品を置いていただくということをする必要がなく信託報酬の支払い先は2社となります、えー、このように構造的に ETF は公募の投資信託に比べて信託報酬を低くできるというメリットがございますではこちらで具体的な商品について、えー、見ていきたいと思います。 こちらは投資信託と ETF のコスト比較をした表でございます例えば日経平均やトピックスの場合投資信託は平均して0.13%ぐらいですが ETF の場合ですと信託報酬は0.045%の商品もございます。また最近人気のオルカンや全世界株ですと0.100%が0.078%。 S&P500 でも0.085%が0.070%となっております最近投資信託の世界も競争が激しくなっておりますし信託報酬はどの商品も下げられてきている傾向がございますその中でも EDF はやはり手数料が低いというところをこちらでご認識いただけるかなと思います ここまで ETF のコストですねこちらについてお話をしてきましたが今度は入ってくるリターンの方についてリターンの方のお金の分配金についてのご説明を差し上げたいと思います。分配金というと株式をですね頻繁に取引されている方にとっては聞き慣れない言葉かもしれませんが個別株式の配当金に近しいものと想像していただけたらと思います。 違いとしましては配当金はその株式を発行した企業さんが利益の一部を投資家に還元する形で株主との対話の中で額が決まりますのでいくら利益が出ていても場合によっては無配ですとか本当にごくわずかな配当ということもございますしあるいは利益の8割を還元してしまうといった会社さんもございます。 一方で分配金はファンドの中に入っているそれぞれの銘柄から配当金が入ったらそれがまたファンドの中に戻りファンドの中から投資している皆さんに分配金という形で還元されます。 分配金は ETF を管理する運用会社が、えー、木ごとの収益全部から、えー、費用を控除した全額を分配しなければならないと法律で定まっておりますので、えー、収益つまりインカムゲインを計算しやすいという特徴がございます。 分配金をもらえる頻度やタイミングは銘柄ごとに異なりますが、株式のように年に1回や2回という銘柄も多いですし、中には年4回、6回、12回と毎月分配型という商品もございます。分配金がもらえるタイミングは株式と同じでして、権利確定日の2営業日前までに銘柄を保有している必要があります。 実際に ETF を取引していただく際には年に何回ぐらい分配があるのか今売買した場合はいつの分配金がもらえるのかどうかを確認するようご注意くださいまたものによっては分配金が出ないですね ETF もございます 普通の株式やリートを対象としました ETF であれば分配金は支払われますが金や原油など商品そのものに投資する ETF はただ商品の価値に連動するものになりますので分配金が出ませんまたレバレッジ型ですとか先物に投資するような商品も分配金が出ない商品になります では次にですね、えー、ETF 市場の日本の日本における動向についてお話ししたいと思います、えー。ETF の魅力は徐々に日本でも浸透し始めておりまして、えー、左側のグラフでは、えー、2012年に3兆円弱だった ETF の市場規模が、えー、今は2023年末ですね、えー、現在80兆円近くまで増えてきております。 また個人のお客様の保有分も昨年7月現在で127万人まで増えておりまして11年前の2012年と比べますと30万人だったのが4倍近くまで増えてきております。 ご存知の方も多いかと思いますが ETF は日本銀行さんが金融政策の一環で改良をしておりますため純資産額は一定量を保っておりますがここでご紹介しているのは日銀のの分を除いた個人の純資産額ですこちらを見ていただきますと2023年で1兆5,600万円ぐらいまで来ておりますので右肩上がりで成長している商品であることがお分かりいただけるかなと思います。 はい、では第2章に進みまして次に ETF の種類や活用法ですねどん,などんな種類がありましてどういうふうに活用しておけばいいのかというところを東証では昨月末で309銘柄の ETF と27銘柄の ETN が上場しておりまして今後も続々と増えていく予定です。 日本株外株外債不動産コモディティさまざまなラインナップがございますのでこれらをご活用いただくことで値動きする複数のアセットクラスに少しずつ分散投資をしていただく手法が有効かと思います。 日本株、外株や外産についてはですね、後ほど詳しくご説明させていただきますので、こちらでは他の商品について少し触れさせていただきます。まず不動産ですが、不動産信託、いわゆるリートを ETF にして購入できるものです。また商品やその他ですと、非鉄、金属、エネルギー、鉱物、穀物 ETF、金や原油ですと商品の価格に連動されるように設計された ETF もございます。 金利連動する ETF はですね純金積立や金関連の投資信託と比較しますと ETF の方が購入手数料や保有コストがが少し低いい傾向がございますまた短期向きの商品でレバレッジインバース型商品といいまして特定の指数の2倍ですとかマイナス1倍の値動きをするような商品もございます。 レバレチンバス型商品ですが日本の指数がですね主にメジャーとして使われておりますが最近では米国のの指数の商品も出てきてきおりますこちらでは参考ですが日本最大の基幹投資家である GPIF のポートフォリオをご紹介いたします。 こちらを見ていただきますと国内債券に25%国内株式に25%海外債券に25%海外株式25%と4つの金融商品にですねそれぞれ25%ずつ投資をしているということがお分かりいただけます。 えー、この通りにですね投資をすれば必ずうまくいくということではございませんが、えー、日本最大の基幹投資家でも分散投資を実施していることから分散投資が有効であることをご認識いただけると思います。それではですね、えー、ETF のカテゴリーごとに具体的な商品のご紹介をしてまいりたいと思います、えー、まず現在一番浮遊されていいる方が多い日本株連動 ETF です。 こちらは例えば日経平均やトピックス JPX 日経400といった代表的な指数を用いて日本経済全体へ分かりやすすすく投資することができます他の種類の ETF と比べますと信託報酬が比較的低い傾向にあります。 またさまざまな運用会社から商品が出ておりまして日経平均の場合は10名柄トピックスだと9名柄 JPX400 だと jpx だと7名柄ありますので選ばれる際は信託報酬や分配金の頻度などをチェックしていただければと思います他にも市場別業種別規模別テーマ別などさまざまな分類や指数の ETF があります、えー 参考ご参考程度ですが、トピックス型の保有コストをですねこちらでは例を挙げさせていただいております。2024年1月末現在にですね東証に上場しております ETF のトピックス型の銘柄のですね保有コストの平均は0.062%となっております。つまり100万円をですねこちらの ETF で1年間保有した場合は信託報酬は620円という非常に安い価格になりますので。 コストを抑えて投資をすることができるというふうになります次にご紹介しますのが高配当ものの ETF ですこれは高配当銘柄を構成銘柄としまして高い利回りを狙う ETF ですこちらでは高配当株 ETF の例を表で表しております 表の通りですね、様々な管理会社さんにラインナップがございますが、配当利回りに加えて、時価総額や配当の継続性、企業の残留体質といった着目ポイントの違いによって、組入れ銘柄がそれぞれ異なっております。 利回りのところをご覧いただきますとトピックスや日経平均は最近株高の影響もございまして利回りが1%半ばから後半ぐらいで出ていることが多いですが後輩当ものはそれよりも利回りが少し高く出ているものが多い傾向があります次に人気なのが外国株式に連動する ETF です 日本株と同じ口座で円建てで世界の資産に投資することができます最近銘柄数や取引量がともに増加しており直近ですと NASDAQ30 がです、ね、最高値になっていたようにそのリターンの魅力も相まって利用が大きく拡大をしております資料の左側ではアメリカは S&P500 や NASDAQ 各国の代表的な指数に連動している ETF をいろいろとご紹介しております 他にも韓国やブラジルインドマレーシアタイなどさまざまな新興国に ETF の口座さえ持っていれば投資をすることができるというのがこちらの外国株式 ETF の魅力です特にタイやインド韓国といった新興国の ETF は投資信託に比べますとかなり信託報酬が安い傾向にございますのでご興味のある方は是非一度調べてみてください。 これらに加えまして、資料右側ですね、特定の国を指定するのではなくて、パッケージタイプの ETF というのもございます。全世界、先進国、また日本を除いた先進国、新興国のみといった様々な種類がございます。このように外国株式に対して分散して投資をすることができるのが魅力です。 えー、皆さんの中に、えー、米国上場の ETF は投資したことがあるけれども東証上場の米国 ETF にはまだ投資したことがないという方もいらっしゃるかと思いますし、えー、東証にそもそも米国の指数に連動する ETF が上場しているのをご存じなかったという方もいらっしゃるかと思います。 東証ではアメリカに行かなくても今アメリカが買える東証上場の米国 ETF が変貌中といった記事をですね東証のホームページに掲載しておりますのでぜひです、ね、こちらからご覧いいただければ幸いです、はい、続きましてですね外国債券市場ですがこちらも外国株式と並びまして急拡大しているジャンルでございます。 えー、ポイントは、えー、外国株株式ととと同同様ででででですすすね日本株と同じ口座で円立てで、えー、世界の再建に投資するできるきころです、えー、アメリカオーストラリア、えー、フランスドイツなどあるいはパッケージタイプも増えてきておりますが、えー、日本国債が昨今の利回りが低下している中で、えー、ミドルリスクミドルリターンの商品を求める方に有効と言われておりまして最近人気が高まってきている印象がございます。 最後にご紹介しますのがアクティブ ETF です、えー、こちらは連動対象指標が存在しない ETF になっております、えー、今まで ETF といえばインデックス型ばかりで、えー、特定の指数、えー、例えば日経平均やトピックス S&P500 といった何か,何かしらの指数に連動する ETF ばかりでしたが、えー、2023年6月に規制が緩和されまして、えー、必ずしも何かの指数に連動しなくてもよくなりました アクティブ ETF は運用会社のファンドマネージャーがあらかじめ定められた運用方針に従いまして専門知識を生かしながら組入れ銘柄や資産配分を選択することでベンチマークを上回る投資成果を得る可能性を提供しているものですただし組入れ銘柄は他の ETF と同様に公表する必要があります。 こちらでは今上場しているアクティブ ETF の銘柄全てを並べておりますがテーマ型や高配当もの債券物など個性豊かなラインナップになっており純資産をご覧いただきますと順調に積み上がっていいる銘柄もございます、はい、ではここまで ETF について詳しくご紹介をさせていただいて。 えー、きましたが、えー、次に ETF にまつわる最新情報また ETF のですね情報収集ツールについてご紹介してまいります、えー、まず、えー、皆さんご存知ですね今年1月から新しくなりましたニーサ制度、えー、今、えー、ワイドショーなどさまざまなメディアでも取り上げられておりますし、えー、とても注目度が高まっているものだと思います、えー、このニーサ制度でも、えー、成長投資枠の中で ETF の売買が可能です えー、ETF も株式と同じように、えー、買った時よりも高い値段で売れれば売却益が出ますが、えー、その売却益や先ほどお話しした分配金も非課税になります、えー、成長投資枠の対象の ETFETN は、えー、今年の1月1日時点で247銘柄と、えー、選択肢が多いのもとても魅力的です。 えー、ETF は最近投資単位が小さくなっておりますので、えー、中には2,300円ぐらいのものから、えー、高くても数万円で買うことができますので、えー、この240万円の中で是非 ETF をご活用いただきまして先ほど申し上げました分散投資に役立てていただければと思います。 では先ほど ETF は300銘柄以上が上場しているというお話をいたしましたが実際に銘柄選択をする時はどうしたらよいかというお声を聞きます。今回はそのような方向けの情報ツールをですねご紹介させていただきます。私たち東京証券取引所が運営しております東証マネ部という資産形成メディアでは皆様に対してさまざまな情報提供をさせていただいております。 その中に ETF の銘柄を検索していただける ETF ETN ETF 銘柄検索といいうページがございます、ETF、の銘柄を選ぶ際にはこちらで東証に上場している全ての ETF の検索をしていただくことができます。お使いの端末でですね Google などの検索エンジンで「東証まね部」と検索していただきますと一番上にこちらのページが表示されるようになっております。 ご利用方法ですが、ページを開いていただきまして、メニューバーを開きますと、銘柄検索というボタンがございますので、こちらを押してください。こちらを押していただきますと、現在東京証券取引所に上場されています、すべての ETF につきまして、カテゴリーごとですとか、コストごとに見ていただきましたり、種類で検索をしていただくことも可能です。また、銘柄コードや銘柄名で、 ご覧にになりたいい銘柄についてピンンポイントででで検索すすすすることもできます、えー、種類から探す場合ですね例えば国内 ETF を選択した場合国内の各種指数に連動する ETF から絞り込みが可能です。また一覧を表示した後に銘柄コード順ですとか分配金の利回りが高い順など約7種類の観点で並び替えをすることができます。 次にですね、個別の銘柄の詳細ページはこのような形になっております。株式については、最低の投資単位が1単位100株に全部統一しておりますけれども、ETF につきましては売買単位が統一されておりません。ですので、こちらの詳細ページでですね、売買単位につきまして ETF それぞれ何口ぐらいずつ購入できるのかなというのも、こちらの画面から検索して調べることができます。 それから分配金や信託報酬につきましてもこちらで詳しくご覧になることができます先ほど NISA の成長投資枠で ETF に投資できますよといったことをお話しいたしましたがこちらの ETF 検索でも NISA の対象かどうかお調べすることができます。 各銘柄の詳細銘柄の画面で新 NISA の対象かどうか確認することも可能ですしあるいはトップの画面から「新しい NISA 対象銘柄」というボタンも設けておりますのでワンクリックで新しいニーサの対象銘柄を一覧表示すすることも可能ですまた検索結果をさまざまな条件で相当並び替えることも可能となっております。 また、銘柄詳細ページに加えまして、ETF 銘柄リストでも新ニーサの対象かどうかをご確認いただけます。今、隠れておりますが、ご自身で検索条件を設定していただきまして、当てはまった銘柄がそれぞれ対象かどうか見ていただくことが可能です。ここまでご紹介いたしました ETF ・ ETN 銘柄検索ですが、ETF の情報量が一番多いツールだと私たち自負しておりますので、ぜひ皆様のお役に立てればと思います。 最後にですね、東証公式 ETF ETN 名柄のご紹介をさせていただきます。えー、こちらですね、ETF ETN 名柄とは東証マネブの情報の紙バージョンと思っていただければと思います。えー、よくスポーツで選手名柄ですとか、さまざまな情報が載っている名柄というものがあるかと思いますが、一、え、銘、ー、柄一ページで ETF の情報が載っているデータブックです。 えー、こちアマゾン等でですね440円で販売しておりますので、えー、ぜひお買い求めいただければと思います、えー、最新版は今年の4月発刊を予定,予定しておりまして、えー、現在営利作成中でございますのでそちらもご期待いただければと思います、えー、以上で本日の講演を、えー、終了とさせていただきます、えー、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました 株式会社東京証券取引所金融リテラシーサポート部山川咲さ,さんのセミナーでした。いやあのとても聞きやすかったですね。あの、はい、ETF の話っていうのはまあこういう仕事をしてますと何度も何度もセミナー出たり<っ>あのこういうふうに番組で聞いたりするんですが今の山川さんの、はい、話が一番わかりやすかったような気がします。あのですね,ねこれはぜひともいろんな今日見てない人にこそ。 人にこそ見てほしいなっていう思う v t r ですね、うん、い,やいやこれはなんか目黒鱗みたいなもの。そうですそうですはい、はい、学ぶこと多かったです。で改めて、まあ、たくさん e t f あるんですがこれあえてアクティブ e t f あえて、はい。松井証券のコーナーで岡村優也さんおっしゃってましたけど。 トヨタにフル全額投資する倍ですみたいなのはちょっと気恥ずかしいところがあったりなんかして <laughs>、はいえー、つい裏の道を行ったりなんかしてしまうっていうのはすごくよく気持ちとして分かるんですが、えー、ちょっとそれと同じように ETF ってインデックスファンドでしょみたいな形がついあるんですよね、えー、どうしてもアクティブ的なものを求めてい,いよいよ出てきたアクティブ ETF、はいはい、私、スストックボイスで東,東京マーケットワイド、はい、番組担当している時にシンプレックスアセットマネジメントの社長さんがお越しいただいて。えー 上場日に、私の,あの曜日にこちらのご説明いただいたんですでそれがあのアクティブエイジですごく今人気が着々とこう積み上がってきていると、えー、すごく嬉しいなと PBR 一倍割れ解消推進 ETF 政策保有解消推進 ETF 投資家経営者一,一心同体 ETF この3つがあのなんかすごく印象に残っていましたので別にあの私はこれ、一押しシとではありません、えー、なんとなくあのそう書いてしまいましたということでございます。 そうですね、あの私もここに書いたことというよりもちょっとなんかしかも字が乱れてしまった、はい、あのぜひとも皆さんもう一度見ていただきたいですし投資をこれから始めるという方にぜひとも見て見てとていうふうにアピールしてほしいなって思いました、はい、あの個人の話させていただくと私もちょっと新 NISA ーー焦っていて積み立て NISA ーーをようやくですね全ポートポリオをようやく組み終わったところだったんですけど考え直しました。<ー> <laughs> ちょっと組み直す 山川さんのお話を聞いて、あ、ここがいけなかった、あそこがいけなかったっていうのをすごく感じるところが多かったので、素晴らしい。ちょっと資料をダウンロードして、もう一回考え直したいと思います。ダウンロードできますからね。ね今日のホームページからあのダウンロードできます。はい、あの新ニース、新しいニースに対応している ETF をこうボタン一つでクリックして、えー、選び出すことができます。ね、はい。この検索機能とか、はい、これもとても役に立ちますね。これ、うん、一番入りやすいところですもんね。はい。 投資として、ね、えあなんかものすごい目から鱗がばさ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 と落ちてしまいました東京証券取引所のセミナーをご覧いただきました。